フランチェスコ・トレビザーニによる肖像画1717年、初代レスター伯爵、トマス・クックは、イギリスの政治家、貴族、フリーメーソン、ホイック等所属。エドワード・クックとケアリー・ニュートンの息子として、1697年6月17日に生まれた。1712年から1716年まで、グランドツアーを行って、フランス、イタリア、スイス、 ドイツを歴訪した。父から年収1万ポンドの辞書を継承しており、南海放末事件で莫大な損害を出したものの1741年までに、年収1万5千ポンドに上がったという。1722年イギリス総選挙で、ノーフォーク選挙区から出馬して、ロバート・ウォルポールの協力者として、自らの影響力を発揮し、無投票で当選した。 1725年5月27日にバス勲ン賞を授与され、1728年5月28日にクレートブリテン貴族であるオックスフォードシャーにおけるミンスターラベルのラベル男尺に上された。その後、1730年には私には白尺、あるいは少なくとも死尺たり売る辞書を有しており、著尺を期待していると述べ、1744年5月9日に、 年間の伯爵くらいである、レスター伯爵とノーフォーク州におけるホルカムのクック施釈に著され、11日に貴族院議員に就任した。また、1733年に郵政長官の一人に任命され、1759年に死去するまで務め、うち1745年3月から5月と1758年から1759年までは単独で、 郵政長官を務めた。1731年から1732年まで、フリーメイソンの一員として、イングランド主位、グランドロッジのグランドマスターを務めた。1735年3月27日、王立協会フェローに選出された。1759年4月20日に、ホルカムで死去、ティットルシャルで埋葬された。 息子に先立たれたため、借位はすべて断絶。遺産は、妻マーガレットが継承した。1775年に、マーガレットが死去すると、初代レスター伯爵のシマアンの息子、ウェンマン・ロバーツが遺産を継承。ウェンマンは生をクックに改めた。ウェンマンの息子トマスは1837年に、レスター伯爵に譲された。1718年7月3日、 マーガレット・タフトンと結婚、一難を設けた。ありがとうございます。